ルイス・アルバレス・カタラはスペインの画家である。ローマで活動し、1894年からプラド美術館の副館長、1898年から館長を務めた。マドリードで生まれた。家族はアステリアス州のカンガス・デル・ナルセアの出身で、子供時代には夏はカンガス・デル・ナルセアで過ごした。アストリアス州のオビエドの学校に通った後、 マドリードの美術の専門学校で学び、王立産フェルナンド美術アカデミーで、フェデリコ・デ・マドラソに学んだ。1857年に、ローマ留学の奨学金を得て、エドアルド・ロサレス、ビセンテ・パルマロリ、ディオスコロ・プエブラとローマに留学した。4年後、フィレンツェの展覧会に出展して、金賞を受賞した。 その作品は1862年のマドリードの美術展でも2位となり、スペイン女王イサベル2世に買い上げられ、奨学金支給期間はさらに3年間延長された。ローマで結婚し、たまにマドリードに戻ったが、1894年までローマで暮らした。イタリア、スペイン、ドイツの展覧会に出展をし、何度か賞を受賞した。1894年に、 プラド美術館の副館長に任命され、マドリードに戻った。1898年に、フランシスコ・ブラディー・リオルティスの公認として館長になり、亡くなる1901年まで館長を続けた。任期中にフランシスコ・デゴヤのいくつかの作品などを購入し、美術館のコレクションを充実させた。ありがとうございます。